先日また夢の中で全く同じような状況、そしてまた私は逃げている、そんな状況に陥りました。そしてまたあの時と同様、得体の知れない何かに私はひたすら追いかけられていました。そして私は壁に追い詰められてしまい、得体の知れない何かに手を差し伸べられ、その瞬間に私はやめてと言って夢から覚めました。しかし私は覚えています。夢から覚める寸前、次は逃がさないぞ。終了大爆笑になってしまいました。聞いてみよう、上村怖かった？違う意味でちょっと確かにな、怖かったな、あれは怖かったな。わかる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 ぞ。カズワさんもなんか怖かった？めっちゃもう完全にもう出てたから、もう映っちゃってたというか。渡辺さん、今自分の喋りできた？階段できた？なんだろうな、本当にいつも通りパフォーマンスをしようと思ったんですけど、なんだろう、話している最中にやっぱジャッキーがちょっとこれはいかがですか？これはもうぜひとも美穂渡辺と柿崎君のセットで行きたいね、カメラマンさんと。ちょっとごめん、渡辺の隣柿崎行ってツーショットで触りだけ見てみていいですか？渡辺もう一個ぐらいあるわ。あ、私あります、うん、ちょっとごめん、今ちょっと聞いてみたい、はい。それでは渡辺美穂の怪談話、伊豆柿崎めぐです、どうぞ。これは実際に私が体験したお話です。私は以前お話ししたようにとても金縛りに遭いやすい体質で、先日夜寝ている時にいきなり金縛りに遭い、はっ、また金縛りに遭った、そう思いました。もちろん体も動かなければ、息もすごくできなくて苦しい状態で、あー苦しいなー、嫌だなー、怖いなーと、そう思っていました。するとそこに私の姉が帰宅をし、楽しそうな姉が私の枕元にやってきました。もちろん私は金縛りに遭っているので、動くこともできず話すこともできませんでした。しかし姉はひたすら私の耳元で楽しそうに話をし続けてくるので、なんだこの人は、なんでこんなところにいるんだろう、そう思っていました。しかしその瞬間、姉の背後に女性の生首が見えました。はい、終了。もうさ、話聞いてないしさ、もう当てぶりみたいになってる。いや、やってもいいけど、今のユニゾン、うん、NHK はやめて。そうだな、場所選ぶかもな。ツッコミの上手だね、芸人さんがいるとき。渡辺が消化不良だろうけどね。ちょっと勉強してね、覚えてきてね。まさかあんな風にね、入ってくるやつがいるとはね。稲川淳二さんの横でやってほしいけど。そうだね、いろんなコアラスする人の横でやってるっていうの見たいかもね。島田さんだったらやらせてくれそうじゃない。どっちが勝つかね。稲川さん、島田さん、もしも怪談コラボが気になりましたら番組までご一報を。